えー、こんにちは今回のテーマはね X ですね X っていうのはエクスチェンジ交換のまあスラングで X になってると思いますでなんで X をテーマにしたかというとまあ FX ですね、うん、外貨の為替取引、まあ、これを FX というふうにまあカジュアルに日本では呼んでるんですけどもいやーこのね私ドル円の取引をして今 6, 円になる6年になるんですけどもあのー、まあ FX なんてね、インチキみたいなもんじゃないかなと思ってたんですよ。まあ、ちょっと体系化したギャンブルみたいなね、感覚だったんですよね。でも、いや、そういう考えを抜きにして、きちんと投資として取り組んでみたらどうかなと。投資として取り組む以上、運の要素を排除して、究極まで排除していって、まずは基礎知識を覚えることと、あとはね、値、えー、動きに対するテクニカルっていう、このトレードの手法、技術を覚えることによって、 えー、きっとギャンブルの要素とか運の要素を排除して、まあスキルの勝負にできるんではないかなと思ったんですよ。いや、これはね。あのー、麻雀にもちょっと似た感覚があって麻雀ってね。あのー、まあ、長版博打みたいな部分もあるんですよ。一発逆転みたいな手が入ることもありますし、ずっと運に恵まれずにまあ、上がり手が来ないとかね。上がれても安い。手しか来ない。みたいなことも結構あるんですよ。でも、麻雀ってのは偶然の要素要素を排除するためにいろんな物事を知る。 知ったことをを使いい込んでいくためにトレーニングをするこの鍛錬によっていろんなことに気づいてですねいろんな現象の前倒しができるんですよつまりはマージャンっていうのは今まではこう進めたからこれからはこうなるに違いないっていう風なね予測がある程度の蓄積によって立っていくんですよねそれがなんか FX とよく似ていて FX ってのは値動きがこういう風に来たから将来の値動きはこうなるよねっていう風なことをみんなで予想してるんですよで、えー まあ多くの方って言ったら表現が難しいんですけども一部の巨額な資金を動かしている人がどのような考えに至ってるのかなってことを見抜けた時にその人の利益のおこぼれを預かれるっていうのが私たち額投資家のの勝負の仕方なんですよ、ね、まあそういうことを考えていくと非常にまあ面白いなというところがありましてねやってるわけなんですけども。